こんにちは、ナナです。ハロースモア、さよナナ、ウブドナナをご覧いただきありがとうございます。前回はモンキーフォレスト通り南側を散策したので、この動画ではその続きのモンキーフォレスト通り北側を歩いていきます。場所はこちらです。概要欄にも貼りましたのでご確認ください。それでは一緒にじゃらんじゃらん。なんか安いカフェとかないんだよね。ここも新しいバーですね。ここバーレストランかな。ここはワールドカップ放映しているようなので、世界の国旗が飾ってあります。すごいすごい渋滞。すごい洗練されたお店というか、ウブド歩道をバイクが走っています。はい、歩道走っちゃダメよ。はい、今この人こけそうになりました。歩道を走るから石がこんなになっちゃうのよ。はい、このお店なんか珍しい感じ、珍しいタイプの雰囲気です。ハロー、どんどん行きます。ここもカフェがあったのかな。貸し出しされて、ここも新しいところで立ち飲みができるような感じのところです。ハロー、やーグッド、サンキュー。1回目の撮影の時に挨拶されて、また撮影してるのでちょっと恥ずかしいんだけど、渋滞嫌だな。どこまで行っても車だし。ここも新しいところです。ここはレストランなのかバーなのか、まあ、バー兼レストランだと思うんですけど、シラカン。でこの上がスタバ、スタバが2階がスタバです。ここも改修中、何ができるんでしょうか。台所があるからカフェかな。ここら、
ここチンタです。チンタも改修リノベして変わりました。ああ暑い暑い、蒸してます。この服屋さんめっちゃ高級な感じのおしゃれで、よいしょ、この向かいが LOL です。 LOL よく来ます。ここも毎晩バンド演奏がありにぎわいます。よいしょ、雨がポツポツ。あ、そういえばさっきから雨はもうなかったな。混んでます。バイクが出れないくらいに混んでます。で、そう、この今改修中のお店に私好みの黒系のかっこいい服が売ってたんですけど、いつの間にかなくなっちゃってました。一度も入ったことがなくて、入ったことすらないのになくなっちゃってて残念です。黒系で、かっこいい、かっこかわいい、かっこいいか系のお店だったんですけど残念です。このお店も個性的な感じがして好きです。はい、かわいい。この雑貨屋さんすごい雰囲気が、雑貨アンティーク雰囲気がいいです。よいしょ、ここにはもうしょっちゅう来ています。プールが中に、砂浜のプールが中にあるので昼間も楽しめるバーです。ご飯も美味しいですで、次回 CP は別に撮影させてもらおうと思います。もうさっきの店員さん、この間の撮影の時にも立ってたから嫌になっちゃう。ここが、サッカー場です。サッカー場
だけど、ただの広場。実際あの、広場、ローカルには広場って呼ばれているところです。なんだよ君かわいいね、かわいいね、なにこの子かわいい、ハチさん、でも頭キリンさん、かわいい。はい、これペンジョールに使う竹です。もう準備しているようです。ガルンガンなどペンジョールとか、ガルンガンとかペンジョールとかバリのお祭りに関してはまた別に説明させていただきます。で、この奥に映っているのは XL というバーです。ここもライブやってて、ここのスタッフはめっちゃフレンドリーで、もうみんな仲、みんなと仲いいです。はい、よいしょ。暑いよ。よいしょ。ここで、撮ろうかな。ここで、ここ、そう、心の三叉路は、こっち、ここがモンキーフォレスト通りで、ぶつかってんのがデビシタ通りです。デビシタ通りです。はい、どっちも一通です。ただ今の人はバイクあっち行っちゃったけど、よいしょ。ここを渡るときも気をつけましょう。はい、バイクがどんどん出てきます。はい。で、こっちの隙間からも出てくる。はい。よいしょ。ここイブライ、この今の右のところがイブライです。ここは老舗レストランで有名ですね。私一回も来たことないけど、暑いよ。ところもこの間の撮影の時ちょっと見せてもらったんですけど、あたバッグ屋さんです。めっちゃかわいい。ここのこのお店はチェーンだと思うんですけど、雰囲気いい感じです。おしゃれな感じで、このここも新しいですね多分。2階にカフェがあります。カクテルバーって書いてあるかな。で、こっち側の2階にもカフェができています。ちょっと見えないんだけど、最近こういうスタイルが流行ってるみたいです。ここ歩道からすぐ階段上がってっていうスタイルが流行ってるようです。まあ場所もね、もうないですしね。お祭り、なんだっけ、
お顔を見るとき、ハリボテの人形が街を練り歩く日があるんですけど、その日とか、あとはお葬式の時におみこしのようなものを担ぐんですけど、そういう時とかは2階から眺め良さそうですね。そう、この郵便ポストめっちゃ好きなので撤去しないでほしいですね。こういうポストもね、もうアンティークの世界。隣のお店がごっちゃごちゃしてる、かわいい感じのお店です。日本のアジアン雑貨屋さんみたいな雰囲気もあります。ここはなんだ、回収工事中、何作るんでしょうか。画面ではこの映像では空が綺麗に晴れてるように水色ですが、実際は曇りです。させてもらいます。実際曇ってて雨降るのかな。またこの、右側がパンダワーミュージックセンターです。今お土産とかが主流というか、お土産中心に置いてるみたいですが、昔はカセットテープで有名だったようです。ペンジョール竹が立ってる。かんざしかわいい。かんざしかわいいな。この反対側の道ですね。この道、この路地が以前ご紹介させていただいた、カリウブド市場です。はい、にぎわってるようです。はい、どんどん行きます。ジェラート屋さんです。いいな、ジェラート。ここはカフェ兼服も、あ、見えてない。カフェ兼服も置いてるようです。にジェラートもあり、A のジェラート美味しそう。はい、向こう側にもジェラート屋さんあります。ジェラートで一番美味しいのはガヤの、サヤンにあるガヤというジェラートが一番美味しいです。あ、そのガヤは、この近くにも小さい支店がある。はい、渡りたいんですけど、あ、この人と一緒に渡らせてもらおう。はい、渡りました。今中央に見えてるのが王宮です。よいしょ。
普段バイク運転してるのでわかりますけど、歩行者は本当に怖い。はい、ここ以前撮影したところです。ここなんだろう、なんかお祭りというか儀式的なのがあるのでしょうか。はい、この発泡スチロールじゃないベニヤで、バリの割れ物を作っています。はい、モンキーフォレスト通りはここでおしまいです。はい、モンキーフォレスト通りここでおしまいです。次回のウブドナナは特集久保屋さん巡りです。お楽しみに。